特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。橋本環奈ドラマ、匿名、警視庁特別会計係を語ろう。どうもゆうちゃまです。最近なんか、匿名の後になんかそういう、なんか横文字というか、なんか、ちょっと副題名みたいなのが多いですよね。なんかドラマのタイトル長いの最近増えましたよね。はい。そんなゆうちゃまなんですけれど。松本まりかさんが出演するということで、それきっかけで見ました。こう刑事ドラマってもう散々やり尽くされてると思うんですよ、いろんなパターン。なので、どこかで、このドラマもオリジナル性っていうのがね、こう結構必要不可欠になってくるのかなって、求められてるのかなって思うんですけど、経費をね結構、注目されてテーマとして描かれてるのがすごくね面白かったです。刑事が経費をめっちゃ気にしてるって面白くないですか？予算気にしつつ捜査するっていうのもなんか好感が持てました。もう刑事もね一人一人強行犯係の個性がねあってよかったですよね。その中で、JP さんが俳優さんとしても出てて、最近芸能人の方、芸人さんですよね、ドラマに出られるっていうの増えてきてますよね。おいでやすの方だったりとか、あとは誰ですかね、ずんの飯尾さんとか、なんか本当に増えましたよね。でこのドラマで特に驚かされたのは警視課長の菅さん、もう佐藤二朗さんが演じられてるんですけど、途中でフェードアウトしたのがちょっと寂しかったんですけど、ラストは衝撃でしたね。これネタバレになるので、聞きたくない方はもうこれ以降は聞かないでいただけるとありがたいんですけれども、X の正体がまさかって感じでしたね。びっくりしましたね。なんかあの方っておふざけキャラが多いじゃないですか。ちょっとセリフ長めで、なんかちょっと笑いに走ってるというか、だからこそ悪役に回った時のもうなんかね恐ろしかったですね。なんか一つ一つのセリフが冗談って言ってても、もう一周回って怖い。でね、主演のはじめまどかのキャラも問題ばっか起こすんですけど、なんか憎めなくて好きです。なんか愛されるいじられキャラみたいな、一円って呼ばれてるのもツボでしたね。もう本当に漢字で書くと一円ですもんね。いやー安定してて面白いドラマでした。こういうドラマはね、なんかそのクール内で一本はあってもいいですよね。個人的におすすめエピソードは喫茶店にはじめまどかと東堂さんが誘拐されるお話、あの回一番好きですね。なんかこうオチ含め、なんか東堂さんの息子さんとかも出てきて、なんかなんか家でご飯食べよっかみたいな、あのオチ良くないですか？僕結構好きなんですけど。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。